スクレマン自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ママレモンとダイソー噴霧器で洗車です。ダイソーの300円噴霧器を5分でできる簡単改造で激泡特別仕様になります。はい、改造手順です。ノズルを外します。パッキンを外します。パッキンには方向性があります。換気扇のレンジフードフィルターなどに使われている薄手の不織布を用意します。幅1、2センチ、長さ10センチ程度にカットします。生地を丸めてパッキンを外したノズルに装着します。パッキンを元に戻しますが、平らな面をノズル側にします。パッキンを軽く押し込んで斜めにならないように取り付けます。ノズルをポンプに取り付けます。はい、次はですね、ポンプの細いホースに小さい穴を開けます。上から3センチくらいのところに千枚通しや押しピンなどで穴を開けます。ママレモン約20ミリリットルを取り出します。噴霧器のタンクに取り出したママレモン全量を入れます。次は水を入れます。ゆっくり注いで1125ミリリットルに合わせます。ポンプをしっかり締め付けます。ポンプのレバーを15回程度上下に動かして加圧します。噴霧器の準備は完了です。トヨタラクティスを洗車します。よくある黒い筋状の水垢汚れが付着しています。
1125ml まで水を入れます。ママレモンを 20ml 補充します。 1125ml まで水を入れます。1125ml まで水を入れます。1125ml まで水を入れます。バンパー用の洗車スポンジに変えます。
小型車1台の洗車にママレモン 40ml 使いました。ママレモン1本の賞味量は 800ml です。亀の子たわしを使います。洗車が終わりました。黒い筋状の水垢汚れを落とすことができました。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。